ファイルの保存方法について説明します。ファイルを保存するには、オフィスボタンをクリックし、上書き保存のボタンをクリックするか、クイックアクセスツールバーの上書き保存のボタンをクリックするか、キーボードのコントロールキーと S のキーを同時に押しても保存することができます。 保存ボタンをクリックすると、名前を付けて保存のダイアログボックスが表示されます。ここでは、デスクトップに保存してみます。ファイル名を入力し、保存ボタンをクリックします。デスクトップを確認すると、 このように、ブック1のファイルが保存されていることがわかります。